ちゃ大人気。アメリカ人ファンもいますね、めっちゃ大人気です ね、 ですね。アメリカ人のもう本当にえー、初戦がさあ、こちらキックボクシングルールですね。アメリカ3ラウンドです。おー、ジョーズから攻めた。おー、攻めた攻めた。さあ、いけアメリカ。これはいいですよ。これいいね、はいですね。ジンさん、ちょっと硬いっすね。硬い、もうちょっと柔らかくなる。おー、いい、逃げそうで入った。いいですね、入った入った。そう、これいいです。コーナーに攻めながら攻めるのいいですね。あ、いいね。アメリカ攻めてるよ。アメリカ、ガードガード上げて。ただカマキリ選手もね、しっかりカマキリ選手もね、あれですからね、実戦経験いっぱいありますからね。アメジーさん、アメジーさん、ダウン取った。すごい、アメジーダウン取った。これすごい、アメジーダウン取った。アメジーダウン取った。やったね、来ました。アメジーさん、ガード上げた方がいいですよ。ここ大事ですよ、これは。まだね、アナドレンからね。そうです、まだアナドレン。アメジーさん、アメジー、いいですよ、しっかり捉えてます。アメジーさん、そうですね、まあ、掴んでの蹴りが あのダメってくる、ね、なるほどね、なるほど、はい、アメジーさん、アメジーさん、アメちゃん、おー、これいいですよ。追い詰めてるよ、ロープギアに追い詰めてます。はい、アメジー、ロープギアに詰めてパンチするのいいですね。アメジーはね、得意が右ストレート、右フックです。はい、はい、いけいけ、アメリカ、アメリカ、あこの右の方へ入りましたね。ただカマキリさんも返してます。カウンター狙ってもらってアメジーさん、これいいですね。アメジーいいね。あ、そのままこれね、入った。アメジーさん、これボディにも蹴らボディにも蹴った方がいいですね。ボディもボディもね、ボディもボディもいった方がいい。ボディも全部ボディやったら顔がね、蹴りやすくなるんですよ。イエース、はい、入りました。イエース、入ってるね。これアメジー優勢ですね。優勢です。アメジーのところいいです、はい。ただカマキリ選手も心が折れてない。はい、しっかり返してます、ね。さすがプロですね。ただこのアメジーさん、あれですね。アメジーさん、殴り疲れてちょっと攻撃が出ないのが怖くなりますよ、ね。そうです。じゃあもう決めたいですね。決めたいです。今いいですよ。あ、ちょっと。今左フック入りました。気をつけないわ。ガード上げて。ただアメリカ人選手ね、右がいいです。あ、右いいね。得意って言ってますからね。はい。はい、スタミナ切れて縮みそうなんですよ。はい、ちょうど残り時間30秒。さあ、この30秒で、もうアメちゃん決めておきたいですね。そうです。決めておきたい。あ、いいですよ、いいですよ。追い詰めてますね。ああ、これは入った。今アッパー入りましたね。ただカマキリ選手もね、目が死んでない。そして打たれ強いですね。そうです。ただね、もうちょっと足に来てます。足来てます。カマキリ殺法ですね。カマキリ殺法で。残り10秒。ラスト10秒。これはレフェリーストップかかんじゃない？大丈夫ですか？カマキリ選手も返してるんで。返してますか？はい、いいですよ。第1ラウンド終了です。これは1分間のインターバルに入ります。いいですね、花火。花火ありがとう。すごいすごい。さあ、これものすごくいい試合ですね。いい試合です、これ。見応え半端ねえし、はい、俺泣きそうだし。さあ、来ました、ヒロンダさんと。さあ、来ましたよ。ヒロンダと来ました。ラウンドボーイズじゃないです。ラウンドボーイズ。ラウンドボーイズ来ましたね。ヒロンダさんと楽しんでさん。あ、カツラ取りましたよ。カツラ取っちゃうんかい。ただね、ヒロンダさんと楽しんでさん。足の長さが違いすぎる。なんだこれは。ピーちゃん手振ってくれた。ピーちゃん俺に手振ってくれた。さあ、楽しいことが売ってます。楽しいことが売ってます。これカメラ寄れるんですよ。セボボー、さあ、さあ、ひーちゃん可愛いってきました。そうです、アメジーさん。さあ、ただこれアメジーさん大事ですよ。アメさん負けんな。アメさんぶっ飛ばせ。ファイナル。さあ、アメリカ人選手はちょっとここね、はい、ガードを上げながら攻めたいですね。ちょっと体力的にはどうですかね。体力的には疲れてるかもわかんない。ますかね。でも中西さん、これ見ててどうですか。燃えてるんじゃないですか。いや、燃えてます。俺泣きそうです。泣きそう。うん、あ、花火ありがとうね。ありがとうございます。花火ありがとう。入りましたね。そうなんです、ただカマキリ選手が右手で、ね、止める癖があるんで、ははは、その時にボディを打ったら、はい、カマキリ選手ちょっと倒れると。あ、なるほどね。ボディ効かしてから顔ですね。ただローキックも蹴りたい、アメリカ人選手。ローキック、あくまでも
んかあのパンチにこだわってますね。そうです、ね、ローキック蹴ったら効いてきて顔も入るんで、あのカマキリ選手は今回ね足を使わないっていうことなんで、そうです、ただ今回靴は履いてないです、足使わない。じゃあ行けるぞ。さあコーナーレス、このカマキリ選手の左フックがねちょっとアメリカ人さん、ちょっと効いてます、ちょっとね、はい、足の後にしたいですね。よし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 、そう、あとは気力です、ハンマーパンチ、ほんといい試合だね。そうそうなんですよ、格闘技はね強さとかじゃなくて気持ちの試合なんですよ。最初はねお互いを同じですよね、アメリカ人さんロック、アメリカ人さんもそうですね、面白い試合になってきて、中西さん泣いてます、ちょっと泣いてないです、まだ試合終わってないですよ、中西さん泣いてます、ちょっと待って皆さんごめんなさい、試合違うんで中西さんが泣いてます、この蹴りを蹴っていきたいですね。残り試合は1分、中西さん試合途中に泣いてます、おいいぞいいぞ、さあカマキリも蹴り攻めたい、返す、さあなんで中西さん泣いてる、だから頑張ってるから、中西さんカマキリ選手を返しています、残り試合時間30秒、さあラストラストいかめちゃ、お互い気持ち、ここでは負けられない、あと気持ちかね、残り10秒いいです、試合終了です、ここで判定に入ります、なるほど、これはね終始アメリカ人選手が攻めてたんで、はい、アメリカ人さんがちょっと有利かなと思うんですけど、ただカマキリさんもプロのいじみして、あの最後にフック返してたんで、はい、これ見てください、もうアメリカ人さん攻め切ったということでもうね疲れてます、疲れが出てますね、まあ、ただやっぱりカマキリさんプロの意地ですよね、あの倒れない決して倒れなかった、倒れなかった、まあ、僕の、 あの判定ではですね、あの10対8のアメリカ人ですね、10対8、最後のラッシュ、ね、2ラウンドなんで、はい、20対10、その辺すみません、知りません、知りません、2ラウンド取られたから、そうやね、もしかして延長もあるかもわかんないんで、判定の変更をお知らせいたします、プロはカマキリさんです、さデビュー戦ですか、さあデビュー戦でね、どうなるか、判定の結果3対0勝者赤コーナー広田アメリカ人、ジャッジ戦は19対18、赤広田、ジャッジ戦は19対18、赤広田、ジャッジ戦は19対18、赤広田、判定3対0、赤コーナー広田アメリカ人、アキトシ選手が勝利いたしました、勝ちました、広田アメリカ人、アキトシ選手には勝利者賞が残ります、流血してます、でもこれ気持ちの勝利じゃないですか、中西さん、中西さん、殴られてる、泣けるわ、中西さん、いろんなさんと楽しい靴さんも与えてます、アメリカ人さんをね、応援してるファンの方もたくさんいます、女の子でかいキスさん、いろんな人に来て、ありがとうございます、ありがとう、いろんな人に靴さんを受け取りました、すごい試合ですね、あ、マイクを持ちました、アメリカ人選手、皆さん調子はどうですか、アメリカ人全然1人も取っていて才能はなくて1人も10位は入ってきないけど、なんとか自分はハロードに入ってこうやってこのリングに立ち、マイク近づけ、こういうことができました英語の毎日で何か苦しんでいたり悩んでいることあると思います、僕はマッハロード始めたように何か一歩でも踏み出す勇気が持ってもらえたら嬉しいと思います、この後は僕の先輩やマッハさんたちがたくさんの戦いを見せるので最後まで楽しんでください、どうもありがとうございました、
広田選手に入ります。